日本に帰ってきたよ。日本のラーメンやっぱ一番うまいわ。そのわけで帰国後早々出勤して、っていうか日本に帰ってきました。日本です。アメリカから帰ってきて最初の動画だと思うんだけど、場所はこちら錦糸町です。これ動画で伝わってるのか分かんないけど、多分ね、そのラスベガスにいた間なんともなくて、ロサンゼルスにいた3日間で死ぬほど日焼けして、会った人全員にペンキチ黒いねって言われるぐらいには日焼けしてるらしいが、トイレで自分の姿見たらそれは自分でも感じた。ほんで本日この錦糸町でいとこの姉貴と待ち合わせしてるんで、その姉貴にね、カリフォルニアのディズニーランド行ってきたんで、そのディズニーランドのお土産を受け渡す回です。で、私はその後にこの長くなって鬱陶しい髪を切ります。っていうか、やつはどこにいるんだ。めっちゃちぎれそうじゃん、これ。あ、来たわ。はい、あげる。ありがとう。まあ、もちろん冷えてないんで、4500円になります。これはだって気持ちのもの。これカンティーナのバーの中にあったコースター。どういうこと？あそこにあったメニュー表が見れる。え、これ日本でも開けるかな。開けると思って持ってきてる、きっと。おー、全部英語で書いてある。私は1杯1800円のビールを飲みました。高っ。美味しかった。いとこの姉貴に土産話という名の自慢話をしまして、さあどれぐらい髪切ろうかな。確かになんかエンソフェルナンデスぐらいめっちゃ短くしたいんだよな。髪短くした時に似合ってるねって言われたことがなくてビビってます、毎回。でも今回はビビらずにエンソフェルナンデスになりたい。髪は染めないけどね。